戦闘用意、行くぞ。行くわ。でけえ害虫が。あれは救援要請か。もっと殺す。やった。逃がすか。まずいな。誰か加勢してくれ。やった。助かるよ。ありがとう。助けられちゃったね。しっかりしてください。まだ来ますよ。反撃はこれからだ。すごいよエレン。僕も頑張らないと。やった。逃がすか。討伐追加。やった。もっとか。やった。このでけえ害虫が。やった。よっと。
されてやがる。悪いな、助かる。俺もやるでしょ。食い尽くしてやる。思い知ったか、これが人類の力だ。ミカサたちはエレンとヒストリアの身代わりとして拉致されたジャンとアルミンを救出し、その場に実行犯たちを拘束すると、リヴァイと合流すべくトロストクへと向かうが、銃声です。ほら、何発も鳴ってますよ。やっぱ何かあったのか。多分あった。兵士長からの伝言はこう。これからは巨人だけじゃなく、人と戦うことになる。あ、それって人だと。おい、エレンたちだ。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。奴らは偽の馬車まで用意してやがる。片っ端から確認していくしかねえようだ。散開しろ。手分けして馬車を探すぞ。深淵だ。馬車を見つけたのかもしれない。いいか、相手が人でもためらうんじゃねえぞ。ミカサ、こっちだ。こいつらが邪魔で馬車を探さねえ。悪いが援護を頼む。馬車はここからは見えねえ。こいつらはただの石膏らしい。まずいよ、完全に後手に回ってる。僕たちの動きが読まれているのかもしれない。
ついたか。助かったよミカサ。早くエレンが乗った馬車を探そう。深淵団を確認。馬車を見つけたのかもしれない。エレン、すぐに助けるから。じゃあ何を迷っているの。人と戦うのが怖い。怖いとかじゃねえよ。まま連れ去ろうとしてる。あの場所は僕らを混乱させるための偽物だ。エレンとヒストリアを失うわけにはいかない。たとえこの手を汚しても。相手は俺たちを殺そうとしてるんだ。情けをかける余裕なんてねえ。やっ、内門に向かっている馬車がある。そいつが本物かもしれねえ。俺はここまでだ。馬車を追うならこのガスと刃を持って行ってくれ。ところにもいるのかよ。この状況まずいだろ。ありがとうな、助かったぜ。もう戦えない。このガスと刃は託すよ。急いで馬車を見つけないと。くそ、待ち伏せしてたのか。誰か応援してくれますかね。ありがとうございました。もう死ぬかと思いましたよ。すまない、離脱する。ガスと刃を受け取ってくれ。急いで馬車を見つけないと。エレンを返して。黙れ、お前たちはここで死ぬんだ。まだだ。随分と大掛かりじゃねえか。
よほどエレンとヒストリアが欲しいらしいな。俺が必ず連れ戻してやる。私からエレンを引き離すなんて許せない。冷静になるんだミカサ。大丈夫、僕たちならきっと取り戻せるよ。私たちの使命は巨人と戦うことだと思ってたんですけどね。ああ、人を守るための兵団なのに、なんで人と戦わなくちゃいけないんだ。相手に遠慮してたら味方が殺される。コニー、分かってる。分かってるって、だけどよ。サシャ、相手が人でもためらってはダメ。生き残るためにはやるしかない。ミカサはもう覚悟ができてるんですね。この辺りの敵は片付けた。エレン、エレンはどこなの？見つけたぞ、馬車はあそこだ。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。エレンたちを奪われたリヴァイ班は対人制圧部隊の追跡を逃れ、一時潜伏することになった。どうした？いえ、わからないことがあって。僕が撃とうとした時、相手はすでにジャンに銃口を向けていた。なのになんで先に撃ったのは僕なんだろう。それは相手が一瞬撃つのを躊躇した。そうだろう。僕が殺した人は優しい人だったんだろうな。僕はすぐに引き金を引けたのに。お前の手は汚れちまったんだ。新しい自分を受け入れろ。引き金をすぐに引けたのは仲間が殺されそうになっていたからだ。お前が手を汚してくれたおかげで俺たちは仲間をなくさずに済んだ。ありがとう兵長。俺は人と戦うなんて間違ってると思ってました。でも間違ってたのは俺でした。次は必ず。ああ、お前がぬるかったせいで俺たちは危ない目に遭ったな。申し訳ありません。ただしそれはあの時あの場所においての話。何が正しいかなんて言ってない。そんなことはわからないからな。お前は本当に間違っていたのか。え、
アルミンとジャンを倉庫に拉致したのはリーブス商会の者たちだった。リヴァイ班は商会の会長ディモリーブスと取引し、彼の協力のもと中央憲兵を捕らえる。尋問の末、レイスケこそが真の王家だと知った一行は、憲兵団による捜索の目をかいくぐりながらエレンたちの行方を追い、レイス領へ向かっていた。その道中、憲兵団の一員として捜索に来ていた二人の憲兵と遭遇し捕獲するが、憲兵に変装して検問を突破し、エレンたちが運ばれた場所を探り出す。こんなことしか思いつかねえとは。ストヘスク憲兵支部所属、マルロ・フロイデンベルク二等兵、同じくヒッチ・ドリス二等兵、お前らの処遇だが。あんたたち南方訓練兵団出身なんだってね。兄と同じ。あいつがあの日以来見つかってないのは、巨人にぐちゃぐちゃにされたからでしょ。潜伏してた巨人の正体がアニ・レオンハートだったからだ。え？この世界のことを何も知らねえのはみんな同じだ。壁の中心にいる奴ら以外はな。協力させてください。この世界の不正を正せるなら何だってやります。ダメだ。お前に体制を敵に回す覚悟があるかなんて俺には計れない。行くぞ、二人をこの辺に拘束しろ。兵長、俺が。任せる。ここで見たことは忘れるよ。そりゃそうだ、ここで死ぬんだからな。お前らを信用できるわけねえだろ。俺の銃の方が早い。待て、俺は味方だ。じゃあ俺にナイフを渡してみろよ。それができたらお前を信用する。あんたが命を懸けて戦い続ける限り、俺はあんたを信じる。お互い半端もんで助かったな。お前の覚悟は証明できた。これなら兵長も納得する。俺たちに力を貸してくれ。